皆さんこんにちは、さきです。今日は女性のお悩み上位に来る足のむくみを改善するヨガをお伝えしていきます。特に立ち仕事でむくみやすい方、あとは冷え性などの方にすごくおすすめなので、早速やってみましょう。はい、まずは足を伸ばして座りましょう。で、足は、腰幅よりも少し広いくらいに座って、テディベアみたいな状態、座りやすい状態を作ってください。両手は体の後ろについてもらって支えます。まずは足首、足の指から動かしていきましょう。最初に足の指をぎゅーっと小さくしていきます。手でいうグーの状態ですね。ゆっくりと指を大きく左右に広げてパーの状態を作ります。これを繰り返します。普段先の細いハイヒールを履いていたりだとか、立ち仕事でずっと靴を履きっぱなしの方って、足の指が全然動かないことあるんですよ。で、これ動かない状態が続いてしまうと、指先の血流が滞っていらない水分が溜まって足がむくむ原因になりますので、指先を器用に使えるようにグーパーする習慣をつけてみてください。深く息を吐きながらグーにして、優しく息を吸いながらパーを作ります。これ呼吸はどちらでも大丈夫です。さあ、では今度は指の動きを止めて、つま先を吐く息でまっすぐ前に倒していきましょう。倒していくと足の甲からすねにかけてがぐっと伸びている感じがします。吸いながら今度はつま先を手前に引いて、かかとを遠くに押し出す。横から見るとこんな感じです。吐く息で遠くに伸ばしていく。吸う息でかかとを前にプッシュ、つま先を手前に近づけて裏側が伸びているのを感じます。これも繰り返していきますね。では次につま先が上に向いたら、一度力を抜いて、今度は足の力脱力した状態でつま先で大きな丸を描いていきましょう。で、これ指先で小さな丸を描くのではなくって、足首を柔らかく使ってできるだけ大きな丸を描いていきます。で、もし回しづらいなと感じたら、膝少し緩めてもらってもいいので、足首に意識を向けて大きく動かしていきましょう。で、特に冷えが気になる方は、応急処置としてこのポーズを行うだけでもだいぶ足温まっていきますので、これ朝ね、お化粧してる時とかにもぜひやってみてください。反対回しもいきます。動いている間もゆったりと呼吸をしてリラックスをしましょう。はい、では動きを止めて、今度は膝を立てて体育座りの状態になります。で、足の幅、腰よりももう一個外に開いた状態で、これから膝を倒すんですけど、手を体の後ろについて、背中が丸くならないように背筋を伸ばします。で、その状態でゆっくりと膝を内側に倒していきたいんですが、この時に外ももが伸びるなってところまで内ももを倒していきたいので、膝と膝がコツンと当たる場合はもう一個外側に足を開いて、ゆっくりと両膝を倒していきます。もうこれ以上膝が倒れないというところで呼吸をしてみましょう。じっとしてる必要はないので、片足ずつもぞもぞと動いてみたり、かかとの位置を変えてみたり、いろいろ調整してもらって大丈夫です。さあ、ではゆっくりと膝を元に戻し、今度はその幅のまま膝を外側に開きます。これを呼吸と一緒に繰り返します。吐きながら膝内側、吸いながら膝を立てて外に開く。横から見るとこんな感じです。で、だんだん腰が後ろに落ちてきやすいので、手で床を押して、
骨盤はぐっと引き上げておきましょう。では足の付け根を動かして下半身全体を血流を良くしていく効果と、あとは骨盤調整の効果もあります。初めはね、こんなに大きく倒れなくても大丈夫なので、とにかく膝を立てる倒す、立てる内側に倒す、この意識を持ちましょう。はい、では膝一度立てた状態でかかとを自分の方に近づけて体育座りに戻ります。そのままゆっくりと両膝を外側に開いて、足の裏同士を合わせた合席のポーズになります。で、両足の位置をここから一歩分前に出して、足の内側の線をひし形にしましょう。できたら両手をふくらはぎの下に通し、手のひらを床につきます。で、もう少し体倒せるよっていう方は足の甲全体を手で包み込んでください。吐く息で上半身を前に倒して、頭を足元に近づけていきます。首の後ろは力を抜いて、両肩や背中もリラックスしましょう。太ももやお尻をストレッチして、気持ちをリラックスさせる効果のある真珠貝のポーズです。もしね、体が硬くて全然倒れないよっていう方も大丈夫なので、倒れられる範囲で首の力を抜いて、一番大事なのは下半身の力みを取ることです。ぎゅーっと足力が入らないようにできる限り楽にしてみましょう。はい、ではゆっくりと体を起こして、両手を足の下から抜き、大きく息を吐きます。次は四つん這いの状態でポーズをとっていきます。まずは四つん這いの姿勢をチェックしましょう。肩のちょうど下に手首をついて、手のひらは大きく指を広げたパーにしておきます。足の付け根の下に膝を置いたら、右足を後ろに引いて、つま先を床につけましょう。この状態で大きく息を吸って、吐く息で右足かかとを後ろにプッシュして、アキレス腱ふくらはぎを伸ばしていきます。で、これ膝が緩むと伸ばしたい場所変わってくるので、膝裏をぐっと引き上げたまま遠くを蹴っていく。ずっとキープしているのが辛かったら、吸う息でかかとを戻し、吐く息で後ろ押し出す。これを繰り返します。同じ場所でキープし続けても大丈夫です。ラスト一呼吸いきましょう。はい、では反対の足いきますね。今度は左足を後ろに伸ばして、つま先床、大きく息を吸って、吐く息でかかと後ろにプッシュ。両手でも床をぐーっと押すようにして、足の裏側伸びるのを感じましょう。動きたい方は呼吸と一緒に動いていきます。ラスト一呼吸です。はい、では足を元に戻し四つん這い。今度は右の膝を胸の方に引き寄せてから、手と手の間に膝を下ろしましょう。で、その状態で右足のかかとを反対側にスライドさせます。正面から見るとこの状態で、そのまま左足を後ろにスライドさせて、お尻を床に沈めていきましょう。で、初め全然お尻床につかない、めっちゃ痛いでも大丈夫なので、この曲げている右足の外ももとお尻のあたりが伸びていることを確認してください。で、お尻床につけられる方はそのまま吸う息で背中を伸ばして、大きく息を吐く。もう少しいける方は肘を床につく、もしくは手のひらを重ねて頭を床につけてみましょう。
ではゆっくりと体を起こし、四つん這いの姿勢に戻って反対側行きます。今度は左膝を胸に近づけてから手と手の間に下ろし、かかとを内側にスライド。右足を後ろに伸ばして、これこっちの方が見やすいですか？最初このポーズからやり直していいですか？よいしょ、もう一回いきます。四つん這いの姿勢で左膝を胸の方に近づけてから手と手の間に下ろします。その状態からかかとを内側にスライドさせ、右足を後ろに引いて腰を床の方に近づけていきましょう。でお尻床につかなくても大丈夫なので、曲げている左のお尻、外ももが伸びているのを確認してください。その状態で大きく息を吸って、吐いてさらにお尻を沈めていきます。呼吸する中で深まってきた方は両肘を床につけてもいいし、もしくは手を重ねて頭を下に下ろしてもいいです。それではゆっくりと体を起こして反対足も行ってみましょう。左足を後ろに引いて四つん這いの姿勢、右膝を胸に引き寄せてから手と手の間に膝を下ろし、かかとを内側にずらして腰を床に近づけます。大きく息を吸って、吐く息でそのままでいたい人はそのまま、姿勢を下に下ろしたい人は下ろして、バランスをとりましょう。お尻を左右にゆっくり揺らしたりしてもいいです。では体を起こして四つん這いに戻ります。最後はワニのポーズを行っていきます。今四つん這いの姿勢、だいたい腰幅ぐらいだと思うんですが、膝をそれよりももう一歩外側に開いてみましょう。その状態で大きく息を吸って、吐きながら手を前に歩かせて足の付け根を出していきます。ワニじゃないや、カエルのポーズだこの状態でキープをしましょう。でおそらく足の付け根結構痛いよ、効くよっていう方多いと思うので、手でしっかり床を押してお腹の力が抜けないように軽く腹筋も使っていきます。でキープをしているのが痛かったらお尻を後ろに引く、ゆっくり前に出す。これで少しずつ慣らしていきましょう。ではラストいきます。はい、動きを止めて膝を内側に戻し、四つん這いに戻ってから正座の姿勢になりましょう。はい、お疲れ様でした。どうでしたかね。私もむくみ、特に足のむくみに関しては昔から本当に悩まされていて、かなり研究を続けています。でその中でやっぱりこういった足の付け根、もしくは指先、ふくらはぎを使う運動っていうのは本当に大切なので、ぜひ今日の中の一つからでもいいので、日常的に行って足をとにかく冷やさないように、そして筋肉を収縮させることを意識していきましょう。ありがとうございました。Thank you.